はい、ピースケです。パワプロアプリやっていきたいと思います。というわけで、やってみました。パワプロの日。なんか キモくなった。救援極みパワプロの日、スペシャルステップアップガチャ、こちらを引いていきたいと思います。で、まあ、昨日パワプロ TV でもあったんですけども、まあ、Twitter のキャンペーンの方が2倍でもらえたりとか、はい。まあこのガチャが来たりとかね、いろいろでセンスもあるサクセスだとスタートなので、初回はちょっとそれは、あとこのプレゼントが来てたりとか、まあもろもろいっぱい来てるので、こんな感じですね。パワーストーンスタジアムニュースフードアメダルで、サクセスは初期能力センス持ち確定で、シナリオキャラの限定ガチャ券で、表面 SR ガチャ券ゲット、あ、ここでももらえるんだ。で、あと無料10連の PSR1 枚確定で、ログインで10万ストアメダルプレゼントで、毎日パワーストーンと、限定チャレンジで豪華報酬。あ、ほんとだ、これですね。メダル交換所に SR ガチャ券、それはさっき交換しました。で、大感謝祭プレゼント応募券配布ということで、キャンペーン第2弾ハテナっていうのがあるんで、まだあるんだっていう感じでございます。はい、でこんな感じですね。朝昼晩でプレゼントが来るらしいです。はい、すげえなこれ、めちゃくちゃ豪華。これは全部 SR なのかな、ガチャ券、各高校のガチャ券がもらえる。はい、で初回センスマル確定で、 PSR の無料10連が引けると。強化大成功も来てて、スタジアム2倍、スタジアム2倍チャレンジ石って感じですね。はい、やばいわ。でこれを引いていくわけなんですが、なんと選択ガチャ券が SR と PSR、 これ7回と8回目かなでついてくる感じです。限定キャラもずらりと、でなんか多分上限アップのキャラが入ってなくて、それ以外は入ってるっていう感じなので、まあ練習効果30で持ってないのいるとか、この彼女キャラ持っておきたいとかっていうところが狙える感じですね。はい、ずらっとほぼ全部、ほんと上限アップ以外は全部いるんじゃないかなっていう感じです。あ、戻っちゃった。でこれが SR と、しかも PSR も8回目で手に入る感じです。はい、でこのガチャ何が出るかというと、守る進むで、エプレミ出るのはでかい、エプレミ、ジェントル、シキちゃん、ワイルド、ワイルドも強いですからね。で帽子なしの山口で、振り袖激闘、まあこの辺は常連ですね。で真剣野牛で、今回は袴の方の角田で、佐伯、佐伯解放したいな。で夢白姉妹がいて、オートルカも入ってると。オートルカも強いですからね。でエビルはみんないいのかな、ファールとで、なぜか榎本で、エビル枠の沢木、あ、通常角田も出ますね。通常角田も出る。で、永遠の必須キャラ、虹谷。で、福水くんも入って、エビル枠、アーサー、エビルのレイリー、なるみ、で、モネちゃんって感じですね。いや、だからもうモネちゃんさえ引ければもう勝ちかなっていうふうには思っております。なんか動画もう載せてる方いっぱいいるんですけど、結構弾けてない方とかもいらっしゃるみたいなので、はい、で一応あれなんですよね、 SR6% のモネちゃんは一応 23% で多めにはなっているって感じですね。はい、ダイアップって感じでございます。行こうか、行こうか、まだこれ見てないか。でまあ初回は何もなし、30個、 PR1 枚、2回目確定、3回目が SR、 4回目が10キャラ、この表示なんですね。
で PSR バナーナイガチャ券ガチャ券って感じですね。はい、いやー前行きはもういっか行こう、引きます、緊張する。いやもうほんとモネちゃんさえ引ければいいよ、これは欲張らない他のキャラは。 OK、 さあ出て、うわー、なるほどね、エプロンは PSR だと嬉しい、 SR は持ってるので。で2回目です。いやーマジでお願いしますね。安定したら多分勝ちだと思います。よし、ググった、あ、ダメだ、まあまあ2回目はこんなもんでしょ。モネちゃんやっぱ全然出ないっすね。 R すら出ない。はい、行きましょう。次は SR1 枚確定でございます。頼むよ。いやほんと欲張らないから1枚くれ、モネを1枚くれればいい、モネ頼む。待てしない、全然嬉しいキャラなんだけど嬉しくないっていうこの複雑なガチャ。いや引けんのかな。いや引ける、信じよう、自分を信じて。4回目、特定の10キャラなんでね、ちょっと絞られる感じでございます。頼むから安定して、安定だけ、安定だけしてくれれば、ほんと安定だけ、あと全部持ってたはずだから。安定、うわー佐伯、佐伯嬉しいけどマジかー、あやっと出た R。 いやマジで出ないんですよねモネちゃん、何なんだろうこれ。はい、5回目 PSR 確定です。いやもう PSR じゃなくていいから頼むよ頼むよ、モネちゃん1枚だけ本当お願い、1枚だけでいいから、 SR 以上1枚だけ。2枚きた、誰、あーアーサー、あでもアーサー50なるかな、これ50にだいぶ近づいた。安定、お嘘、モネモネ声がやばい、来た、やった超嬉しい、これは。あ、回復量アップっていうのがついてる、新しいね、総力上限、芸術はスポーツだ。怪我率ダウン、いやーやばいね、ちょっと一段階解放したいな、そうしたら。欲が、欲深い。いや、PSR はやばいでしょ、スクショ。あ、後ででいいか。後でしよう。後でしよう。はい、スクショ。あ、ここはする。いやー安心、一安心、一安心。もうこれで安心。これで安心。マジ安心。で、次がバナナ確定。いやー、ありがとう。モネありがとう。モネ大好き。ありがとう。いや、ほんとありがとう、モネ。いや、ほんとありがとう。いや、もう感謝しかない。安定、あ、しない。あ、でも、PSR と R 式だけだとね、一切解放できない。いいよね、でも40だったら。満足、満足、一本満足。よーし。で、次が SR 選択権。もらえまーす。もらえまーす。さあおまけ来い。PR とか、あでも PR 出ても意味ないな。もうねーもうねもうねもうね。夢城も解放したいから嬉しい。てか PR 出ない。次ラストっすね。8回目やないかーい。PSR の選択権が手に入るという感じです。 SR 来ない、 SR は来ません。いやマジ危なかった、これは。よっしゃ
これは紙引いたね。じゃ最後無料の PSR を引きたいと思います。よろしく、よろしく。誰が出んの、みんな出んの、知らずに引いちゃった。お、2枚、誰、いらんでしょこれは。混ぜよっかな、まあ、強いけど俺は必須がいればいいから。え、何これ、混ぜろってこと何これ、混ぜろってこと、やば、こっち引きたいんだよな、あと。いやー、ちょっともねちゃんはね、40でいいや、俺。って感じなので。終わりまーす。何がどんだけ出たんだろう。ちょっと拡張しよっかな。ちょっとここからまったりいきます。いやでもマジやったわ。いや超出づらいっていうのはもう多分お分かりいただけたと思うので、今ので。ありがとう、アーサーはめっちゃ嬉しい。これなるみもらったらいいのかな、もしかして。解放できる系の子たちは解放したい子、夢しろ解放したい。でもうね R3 枚しかいない、4枚、 R なんだかんだ4枚か。夢しろか、意外と R しか出てない。アーサー、こんな感じ。いやーでも十分だねこれは。ごめんなさい、酔ってたら、酔う感じだとすいません、ごめんなさい。ちょっと耐えていただけると。いやーよかった、モネピーはやばい、モネピーはやばい。もういないよね、見逃してない、見逃してない、夢しろ見逃してない、夢しろ逃しろしてない。はい、オッケー。いやーやばいわ、やばいわ、やばいわ。え、ゼロ。1、2、もう一個来い。ちょっと。ゼロは辛いわ。どうしようか。でもね、そう、こいつがね、20連で引けたので、これもめっちゃラッキーだった。っていう感じっすよ。どういう感じかわかんないけど。かな？佐伯どうしよう、これ。SR1 枚しかない。もうまだ50にはできないから貯めといていいよね。っていう感じです。いや、これはマジで嬉しい。ちょっと頑張ろう。あ、役割だよね。気になるのは。役割もう知られてんのかな。ゆーるん、ゆーるん。あ、レンジャーじゃない。トゥルン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 。あれ？ガード？
ガードガードだ。え、ってことはどうなる？ガードってことはどうなる？前後がわかんないんだなと。どうなる？これ入れるでしょ？え、どうなるんこれ。前後がわかんないけど、とりあえずぶっ込んでいくとどうなるの。とりあえずぶっ込んでいくと、これ入れて、あとレイリーでしょ。レレレレイ、え？でミートワークでね、ハクハクなのか、え、まさかこいつワンチャンある、こいつワンチャンあるんじゃない、もしかして。でもう一枚誰か入れればいいんでしょ。スナイパーか、もう一人入れるとしたら。スナイパー、あ、でもそしたら技術枠いないわ。技術枠いないな。むず。はい。ちょっといろいろ試さないとダメみたいでございます。なんかね、いい案ある方いらっしゃったら教えてください。せっかく当てられたので。はい。というわけでございました。はあ、よかった。一安心、マジで。一安心。サクセス楽しくできそうでございます。はい、以上終わります。ぜひチャンネル登録と高評価をいただけると嬉しいです。はい、めっちゃ紙引きできた、よかった。はい、皆さんピースな一日を。バイバイ。